オブジェ以外のものも作ってきたじゃない。ああ音楽やってて。あ、そうだね。そう、音楽やった時は音楽、違う時は違うもの、木彫やってた時は木彫で、だけど表現したいことってあんまり変わってなくて、ああ、うん、全部多分私は生きていることっていうものをどういう風に表現するかで、こうあるじゃない、ああ波が、その波もとか、あと喜怒哀楽の感情、例えば悲しいのはちょっと良くない感情、マイナスな感情みたいな感じで言われるけど、それもあってまるっとこう肯定していきたいというか、だから生きていることのその悲しそうな顔も決して嫌な作品ではなくて、悲しそうの中にもそういう生きる力みたいなものを感じてもらえたらいいなと思うし、本当にこう躍動感があるものはそのままそれこそ活力になったらいいなと思うし、そんなにこう難しい哲学みたいなものがあるわけじゃないけど、うん、なんか自分の中にある生命力を全部上げたい感じ。この一個一個にどういう思いを込めて作ったかっていうのは実を言うとあんまりなくて、あんま覚えてないというか、作っている時のことだけど、多分その時の自分のそういう起伏があって、でその中でそれもやっぱさっき言ったの生きる力を形にしているっていうから、例えばこれが馬に見える人もいるかもしれないし、ヤギに見える人がいるかもしれないけど、何の動物を作ろうって、例えば一番最初に作る時によし、じゃあ今日は馬を作ろうとか今日は牛を作ろうっていう作り方はしないっていうのはすごい結構決めてて、土をこう叩きながら、あと自分のテンションとで、すごい気持ちが荒ぶってる時はそういう作品ができるし、静かな時は静かなものができるし、その時々によってそれが人だったり動物だったりするから、こう偶然めちゃくちゃ本当の馬みたいにできたのはむしろラッキーっていう感じ、そのリアルなものが好きな人は。だけど私はそのすごい例えばリアルな馬を表現したいわけではなくて、その生命の形を作って、その生きていることの力強さとか、いろんなことを経験した上でこう丸くなれる感じとか強くなれる感じとかっていうのを表現できたらいいなと思うので、なんかこうこの動物は何ですか、どんな気持ちで作ったんですかって言われたら正直全然答えられない、うん、だけどなんか全体を見てこう誰かの何かしらの力になったらすごい嬉しいなと思います。例えば悲しいとか嬉しいとか楽しいとか怒りとかそういうものをそのまま出さないっていうことは今やっとそれができるようになっていると思ってて、だから本当怒ってる本当に真っ最中とか悲しんでる真っ最中はさすがに触れないんだけど、なんかまるっとそれが自分の中でふーって消化されて一個の前を向く力になった時に作品を作るっていうのができたのは音楽ではできなかったことだから、だからなんだろうな、ちょっと音楽やってた時の作品はトゲトゲしかったかもしれないけど、今はもうちょっと優しいものが作れたらいいなと思っていて。